バンバルフリート・エクマンは、スウェーデンの海洋物理学者。いわゆる、エクマンの海流理論の提唱者として、現代海洋物理学界の最高峰と歌われた。父は、海洋学者のグスタフ・エクマン。スウェーデンのストックホルムに生まれ、ウプサラ大学卒業後、ビルヘルム・ビアークネスの指導を受けた。フラム号による、北極探検の成果を整理中だったフリチョフ、南線より、 吹雪流に及ぼす地球の自転の影響を理論的に研究してくれるようにとの依頼を受け、ビアークネスの推薦によりこれに従事し、発表用で氷の流れ方が風より20から40度ほど右辺していることから、従来の海流理論に地球自転の天候力と海水の渦年性を導入して理論値と観測値との一致を見、1905年に実測結果を説明した。これは、 エクマン理論の骨子となるものであった。後に、ノルウェーに赴き、スウェーデンに再び帰り、ルンド大学の力学及び、理数物理学教授となった。エクマンの業績は、海流理論のみならず、海洋物理学の広い分野に及んでいる。すなわち、南線とともに、死に水現象の理論的解明を行い、また海水圧縮率の研究を行った。これは後に、 ビアークネスサンドストレームによって発見され海中の質量分布と圧力に関する力学的計算になって海流の水産に大きな貢献をした。このほか、比熱、風の応力、海面傾斜、傾斜流、深層流、密度流など数々の理論的研究がある。晩年は混濁流に興味を持ちこの研究を進めていた。ありがとうございます。